原研也は、岡山県岡山市出身のグラフィックデザイナー。武蔵野美術大学造形学部基礎デザイン学科教授、株式会社日本デザインセンター代表取締役、日本グラフィックデザイナー協会副会長を務める。岡山市立広西小学校、同市立朝日中学校、岡山県立岡山三竿山高等学校を経て、1983年、武蔵野美術大学大学院修了。同年日本デザインセンター入社。広告その他で活躍。幅広い領域のデザインプロジェクトを展開。日本的な感性で余白を生かしたデザインが特徴。2001年より無印良品のボードメンバー。高校の同級生に作家の原田宗則、政治学者の山口二郎、元参議院議員の姫井由美子。広告のほか、アートディレクション、企画、運営も担当。1998年長野冬季オリンピックの開会式、閉会式プログラムを手掛ける。同年山口県の梅田病院などのデザイン計画に関わる。2000年 RE デザイン展で世界インダストリアルデザインビエンナーレ大賞を受賞。以降、世界各国を巡回。2001年松屋銀座のリニューアル計画。深沢直人と共に、無印良品のボードメンバーに参加。2004年ハプティック展、ファイリング展開催。またこの年より教鞭を取る武蔵野美術大学の卒業年次の学生と共に、X フォーメーションという共同研究を開始する。2005年の愛知万博のプロモーションを担当。2007年先生割展開催。他に、商品のデザイン、世界各地で、企画展示、個展などを多数開催。2015年7月、2020年夏季オリンピック、東京大会の公式エンブレム入選3作品まで残った。2015年11月、次点作となった自身の作品と展開例を公開し、花火になるエンブレムなどの13のコンセプトを説明。広報文化施設ジャパンハウス総合プロデューサー。2021年3月、シャオミの新しいロゴをデザイン。シャオミロゴラメ曲線を用いている。ありがとうございます。